で16馬力払って何馬力買えますか。そうですね、約30馬力ぐらいですかね。ああ16馬力は随分忘れ落ちますね。ああ燃費の上ではどうなりますか。そうすると燃費は通常走るときにはこのデンジクラッチで切っておりますので、特にこのスーパーチャージャーは働きません。ここに、デンジのクラッチがあって、並走は必要がないときにはこう外れていて、はい、こいつは回ってない、で、いざパワーが必要だってときにここのスイッチが入って、磁石でキャッとくっつけて、ポンポン回る、そうですか。で、ターボチャージャーなら出力ロスあまりありませんよね。そうですね、まあ、ターボチャージャーも排気の方の排圧が上がってまいりますので、はい、その分でその全くゼロというわけではございませんね。でこの割合に大きな質量のものがこう分回るわけですが、分回れば圧縮空気を作るぐらいだから、こういうところはもうスレスレに作ってありますから、当然熱になる部分があるわけですね。これはどのぐらいの熱を帯びるものですか。これ自体の熱というか、この空気当然温度が上がりますけども、はい、温度としては100度以上になりますね。ここの空気の温度が100、はい、はそれでここで冷やしてる、そういうことです。でこれは空冷で冷やしてるわけですか。はい、そうですね。でどのぐらい落ちるものですか。いろいろ条件によっても異なりますけども、はい、大体最高のところで60度ぐらいここで冷えます。そうですか。でそのどうもありがとうございました。そのスーパーチャージャーなんですが、そのスーパーチャージャーの寿命といいましょうかね、はどのぐらいのものですか。これはもう十分試験してございまして、はい、もうエンジンの寿命と同じぐらいですね。もうそうすると10万や15万は何でもないってことですか。はい、そうですか。なんとなくこう擦れ合いながら回ってんだから、こう減ってだんだん具合が悪くなるんじゃないかなと思うんですが、そんなことありませんか。まあ、擦れ合って馴染めば、あとはもう擦れませんのでね、まあ、十分でございます。馴染むね。それじゃあ外からなんか異物が入ってきて、空気じゃないなんかが入ってきて、あの辺にこうくっついたりなんかすると不具合が起きるような気がするんですが、それはいかがですか。それは全く問題ございませんね。それはどうして問題ないですか。特にその入ってくるといっても、エアクリーナーできれいになった空気が入ってまいりますし、はい、あとまあエンジンの中のブローバイとかそういうのは来ますけども、はい、特にそれはかえってうまく潤滑作用ですよね、そういうのをもたらして。ブローバイっていうのはエンジンの、まあ、ガスの一部が戻って入ってくるっていうことですね、はい、そうするとなんかこう油にいったこうなんかこうドロドロのものができそうな、そんなことはないんですか。そんなことはございませんね。そうですか。まあ、お使いの皆さんでそんなことがありましたら、それじゃあこちらにご報告をしていただくということにして、どうもありがとうございました。どうもコマーシャルでございます。いつもたくさんおはがきを頂戴しております。まあ、これ励みにやっております。相変わらずおこうと多いんでございますがね、今日はそのおこごとの中から、これは東京都国分寺の、滝川ひろみさんという方からいただきました。私先週でございましたかね、このタイヤをキーキー鳴らさないように走った方がいい、でタイヤ鳴らすの良くないって話をしたんです。でそれについての、まあ、反論といいますか、また再びの質問といいますか、これちょっと長い文章なんで途中で切りますが、スピンをしないように走ることが大事だと言ったと。キーキー鳴らすのは IQ の低い人だと私が言ったんだそうですね。どうして IQ が低いんだというお尋ねでございます。で、鳴るのはタイヤ自身が悪いのかと思っていたんだが、そうでなくて鳴らすドライバーが良くないということになり、ますますよくわからなくなりましたというんですが、私が申し上げたのは、その IQ の問題は別にいたしまして、これはまあ、失言ということにいたしましょう。まあ、総理大臣からも文部大臣からみんな失言が多いですね、日本国は。タイヤがキーキーになる状態というのは、タイヤが駆動力をうまく効率よく生み出していないという状態です。要するにタイヤが滑走している状態になりますよね。で、僕はそれが あまり感心しませんねという話をしたわけです。で、発生したエネルギーを効率よく使って、そして路面を蹴るという状態は必
要以上の音が出ない、まあ、そうでなくてもタイヤと路面で引っ張り合わせて出るロードノイズっていうのがあるんですが、その音はまあまあ仕方がないとして、その他のキーキーいうような滑走音を出さない、要するに擦れ合うような摩擦音を出さない方が効率がいいですよということを言ったわけです。しかも滑り始めますとコントロールができなくなるわけでございまして、もう一つのご意見で、これは武蔵社会の東京の方はなかなかうるさい方も多いんですが、F1 ドライバーの中島選手も、ダッシュで怖いと思って臆病な運転をしていては技術は向上しない、一歩進んで積極的にブレーキロックやスピン状態を体験してみるべきだ、そうすることによって限界を超えた時に車はどうなるか、感性はどういうものなのか分かるのだと述べていますが、私はこの意見に賛成ですという方いらっしゃるんですね。競争自動車の運転手はそれでいいんです。競争自動車の運転手は命を的に銭稼ぐわけですから、それはそれでいいんです。プロの運転手は、一発かかってここで頭の先を10ミリ出すか出さないかで賞金1万ドルもらえるかもらえないかといったら、それは出した方がいいわけですから、音が違うと滑ろうと横を向こうとなんとか勝たなきゃいけないんです。しかし一般公道上でスピンを誘発するような走り方やドリフトを誘発するような走り方は良くないと私は申し上げています。良くない理由はお考えになってみてくださればもう皆さんよくお分かりなはずで、そのスピンが起こるもしくはドリフトが起こるというような自動車が不安定な状態になっていると生地の腕前ではそれを修正できれないんでございます。で今日この番組で取り上げたミートシップのような車ですと重心点が真ん中にありますから腕のいい人は修正打を与えるのは簡単だと言いますけれども、なかなか滑り出しませんけれども毎日滑った時に素人は手に負えなくなるような状態の方が多いわけですね。ですからタイヤを鳴らさないように、タイヤが鳴り始めたということは危険の予知信号だというふうに思ってくださいという意味で申し上げました。この、タイヤ鳴らしながら平気で走るやつは IQ の低いやつってこう言いたいんですけど、これやめます。これすいませんでした、ごめんなさい。もう一つぐらい言ってるかな、これは、横浜市南区を大岡というんですかね、そこの高橋京さんからいただきました、宇宙を高速走行するとアクセルやブレーキが効かなくなる、ハイドロブレーニングはどういうものですか、そういう時にはどうしますかというお尋ねです。時間がないのでお急ぎにいたしますが、ハイドロブレーニングというのは道路の上にできた水の膜、水膜と言いますが、この水の膜というのは意外に硬いものなのです。空気の1000倍は硬い。でそこへタイヤが乗りますと、ゆっくり走っているうちは水を跳ねのけてタイヤが回っておりますが、高速になりますとその水の上に車輪が乗り上がって、要するに水の膜の上を車輪が走るようになります。そうなりますと水は油のように滑りやすいものですから駆動力は生みません。操舵をしてもハンドルを切ってもその操舵に応じなくなる、その状態をハイドロブレーニングと言います。それを避けるのにはゆっくり走ることしかないのです。もしくはエアをちょっと余計めに入れるとハイドロブレーニングを、水膜を切りやすくなると思います。じゃあここから先は江戸さんです。はい、シート上部86からのプレゼントです。自動車専門誌のモーターさん、モーターマガジン、月刊自家用車、カーグラフィック、ドライバー、ルボラン、カミオン、ウォーグル、カーセンサー、ナビ、カートップ、フルマニア、以上12品の中からご希望の雑誌を抽選で120名の方に参加率が無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。渋滞知らずの都内ルート観光ルートが一目瞭然、隠れた早道がたっぷり楽しい頼れるナビゲーター、徳間書店のザ・早道マップ改訂版を10名の方にプレゼントいたします。賢いドライブのお供にぜひ一冊どうぞ。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名、またはザ・早道マップ改訂版とお書きの上、住所、氏名、電話番号、番組に対するご意見ご感想を添えてご覧の宛先までお申し込みください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。おはがきお待ちしてます。来週のこの時間はシビックのシャトルに新しいタイプの四輪駆動が追加されましたので、それを取り上げようと思います。ところでね、倉本さん、有馬さん、今のようなユーザーがですね、こう逆半を切って回るのがいいことだというふうにこう思ってるんですが、作ってる側はどうなんですか。カウンターステアなんか当てながらやっぱり走ってほしいわけですか。原則としてカウンター当てても
早く走れるようにするのが大事です。はい、でその次はそういう限界に入った時でも、はい、ゆっくりとその状態になって、うん、コントロールしやすいようにする、うん、これを原則にします。なかなかモータージャーナリストっていうのはわざわざ後輪をブレークさせてそしてカウンターを当てるのがいいんだみたいなことを雑誌に書くんだなって困っちまうんですよね。一つ作る側からもなんか一言おっしゃってください。